はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでクロニクルの、アメフトですね。はい、ご依頼者 A 法さんです。はい、でこちら一箱と、NHL アイスホッケーのクレデンシャルをワンインナーケース、はい、まあ先にね一箱ですのでこちらを先に開封します。で、動画途切らずに、はい、引き続き、10ボックスですね、インナーケースのクロニクルじゃないやクレデンシャルを開封します。ちょっと発送がカード片付けたりする時間があるとちょっと間に合わないかもしれないんで、そこだけご了承ください。発送が明日になる可能性が、はい、高いです。ちょっと、うん、ギリギリかな。10、あ、まあパック数少ないけどちょっとねちゃんと、はい、カードの整理は丁寧にやりたいと思います。よいしょ。はい、じゃあまずクロニクルワンボックスですね。はい、リバース、ラマジャク、お、色ついてる、誰だ、サベージだ、あーなるほど、グリーンベイのね、このグリーンだ。49シリ41番、はい、サベージジュニア、ルミネンスだっけ、ルミネンスのグリーンか。はい、イザベラ、一応 RC とベテラン系と分けてディーボ、モゴメ、ディーボ、グリア、よいしょ、マイケル・トーマス、あ、ひっくり返ってます。お、ドリブルつつ、おお、ジャージあんの、おお、ドリューのジャージあるんだ、90の99、ねえ、いい選手でしたよね、ドリューね、うん、息も長かったし。よいしょ。メコーレ、ハードマン、199。マーキス、スネル、DK。でかくて強いレシーバー。ラッセル・ウィルソン、これあるんだ。で、ハスキンス。はい、ブルース・スミス、ロジャース。ブッシュの199、ハリー、ヒル、ボサオ、スティーダ、 DK、 まだジャージだけですね。あ、ポイントだ、はい、何ポイント、400ポイント、はい、これが多分ね、こっち側、なんか、おまけで入ってるようなサインの。ですんで、まあ、そういう考えたら、ポイントの方がいいかもしれないですね。で、ジェボン・カース、カマラ、ボサオ、ラッセル・ウィルソン、ジェイコブスのタイタン。これかっこいいですね、タイタンね。ちょっとパニーニさん、タイタンを押していくみたいですね。JJ、ヒル、デション、ケリガン、エディ・ジョージ199、カリル・マック、AJ プラン、カリル・マックベテランだよね。で、グリアの、レガシー、レガシー・クローム、モンゴメ、ミンチュー、じゃあこれか、よいしょ、はい、マーシャル・ホーク、これだ、誰だ、あ、イザベラか、カージナルスね、よいしょ、まあでもいいレシーバーだと思いますよ。お、パッチついてる、25シリ15番、三つ窓パッチのイザベラ、15の25、ちゃんと3つね、参加者ともパッチになってます。はい、それと400ポイントですね。テリー・ブラッドショー99、
ボイキン、エリオット、お、これは大きい。スコアのカイル・アマレ、スコア来ますよ、スコア来ます。ボイキン、あ、ブラウンで、ブライスラーとなりました。2オート、まあ1個はポイントですけどね、はい、好きなものに書いていただく感じ。それとイザベラのオートで、カイラー・マレーのね、スコアのクローン版が、オプティック版かな、出ました。はい、でこちらです。クレデンシャルですね、アイスホッケーです。そちらのインナーケース、インナーケースは10箱入り、はい。でね、英語さん、お優しいので動画分けてもいいですよって記載されてたんですけど、まあ一応なるべくは分けるとね、はい、よいしょ、あんまり良くないのでね、よいしょ、日本人ですから、はいはい、か両脇にこれでいいかな、で全部見えますね、8-90ね、はい、でこういう感じでいいかな、これでいいかな、はい、じゃあ一箱ずつ開けていきます。あ、ホッケーだね、こうホッケーいやー、ほんとね、これね、人気です。うちも多少ね、多めに取っておいたので、これは非常によく売れてます。ほんとコンターズだよねいやでも初年度のこっからね、ルーキーチケットみたいな流れになれば、はい、全部開けましょうかね、ちょっと長丁場ですから、ワンボックス8パックですね。でサインは2枚かな、本当にうん、まあルーキーチケットみたいな感じでオンカードになっててね、非常にいい商品だと思います。今年のルーキーも結局まあまあいいんでしょね。うちのお客様はもう固定客で、まあ出た商品は全部買いますんでっていう方が多いからはい、じゃあ行きます。レギュラーカードはレギュラーカードにして、インサートはインサートで、はい、分けますね。あとパラレルか、ベースカードとインサートとパラレル、これ99-8番ゴディグラス、かっこいいよね。99シリ12番ラファーティカナックスですね。そっか、これもあるのか。で、699のこの光り方がね、プラチナブルーでかっこいいんですよ。ハイエック、ハージェックっていうのかな、ハイエックなのかな。よいしょ。ちょっと今年のルーキーも全然知りません。お、シドニー・クロスビー99シリ37番、横が金ですね、で中がグリーン、いいですね、このチームのね、後ろほんのりとこうね、結構こだわってる感じがします。シリアルか、こっちに置こう。あ、サイン、はい、ザディーナさん、レッドウィングスだ。最近中ね、どうなんですか、レッドウィングス。299226、229はちょっと少ない方なんじゃないですか、そこそこいい方。はい、デビューチケットアクセスコンテンツ、フフフ、はい。でラファーティさん、今度999、あれ、ラファーティってさっきは
アカパラだ。ああ、999も来ましたね。なるほど。クラス分けじゃないですね。あ、アセテート。あ、あの、さっきのザディーナさん。クレデンシャル、これインサートなんだ。ヤングブロッド。かっこいいですね。うん。いいですね、アセテート。で鉄板か2オートプラスなんかでしたよね、確かね。そうだそうだ、はい、コヨテスか、はい、これでワンボックスが終わりました。ん、1オートプラス何かか、2オートになる場合もあるという感じでよかったっけあれ、オンアベレージ、あ、1枚、オンカードとは書いてないか、オートグラフカードになってますね。もう1個が、アセテートかメタルってなってますね。で、今回の箱はサインカードとメタルだったということでしょうか。あの、さっき1枚出たアセテートはインサートじゃないのかな、多分ね。はい。かなと思います。多分合ってると思います。はい、2箱目。結構いいですよね。でレギュラーカードはね、全10箱まとめて、はい、で、袋にね、クリスタルパックに入れて梱包いたします。各ジャンル全部そうしておきます。で、ヒット系だけ、ちょっとまとめてになるかもしれませんが、トップローダーに、はい、サインカード、シリアル等は入れておきます。ちょっと用品がね、もううちもちょっといつ入ってくるかが分かんなくて、まあギリギリあるもので今やってます。はい、じゃあお願いします。アカパラ99ですね。またザディーナはい、どうなんですかね。さっきサイン出ましたからね。499キングス999ハースさん、レギュラーパラベルゲロン、あ、ちょっと興奮しましたベルゲロンいるの、あ、やってんだ、あ、ずっとブルーインズなんだ。15年か、早いな、ベルゲロンね。いやー、いい選手でしたよ。いや、今もう15年っつったらもう超ベテランだね。ベルゲロいるんだね。あ、アセテートノート来ました。99シリ。あ、デブリンキャット。これはルーキーじゃないよね。ベテランのチケットアクセスオートグラフってやつなんかな。99シリ97番。ね。はい。アセテートノート来ました。オンカードです。いいっすね。アセテート、まあ、オンカードが豊富というのは非常に。199もう1枚出ました。ビニングトン。で、カーマノさん、999。アセテートは、これはインサートなんですね。またザビ。はい。うん、メタル。サイン1枚とメタルですね。はい、2箱目はアセテートのオート、全部オンカードなんですかね。インサートもね、ベテランもめっちゃいいですね。
はい、3箱目です。10箱インナーケースの3箱目、ご依頼者 A4 さんからご依頼を受けて、インナーケース10箱のパーソナルブレイクです。サイン1枚はね、だいたいオンカードがちゃんと出るような感じです。はい、じゃあいきます。ルキー、499。で、また499。ファブロ。で、ベースのパラレル199。お、299オートだ。はい。ブルーガーっていうの？ペンギンス。はい。299の27番。サインも丁寧ですね、皆さんね。6フィート。ポジションどこなの？センター。書いてない。ここにちょっと書いてある。はい。サイン出ました。ペンギンスのルキー699。鉄板出ないときってどうなんだっけな。アセテートのベースのアセテートが出るということなのかな。699。あ、なんか見たことねえよこれ。マーク・デイビッド、カラフル、カラフルキャラクターズ。これ何、これ出ない、初めて見ましたね。これちょっと出ないのかもしれないね。あ、鉄板だ。はい。あ、広瀬太郎。はい、広瀬太郎くん、レッドウィングスね。頑張ってもらいたいです。はい、4つ目、3箱目は299のルーキーオートでした。今のところ3箱とも、サインと鉄板という組み合わせです。アセテートはベースカードのアセテートってこと？見たことないですね。まだね。前にちょっとやったときなんか出たっけ？なんかそのとき全然分かってなかったからな。なんかワンオブワン出たんだよね。あのときもね。はい、4箱目。お、グリーン25尻。リゾットさん。はい、キングス。グリーン。これもなんかそのうち、そのうち上がりそうですね、かなり。特にグリーンとかね、アッパーデックの499。うん、99だ。はい、ジャック・エイケですね、44の99。これも選手によってシリアルが違うね。99です。お、赤だ。あ、3入り。はい、バスちゃん、バスティアン。はい、姉さんさんですね。デビルズ6フィート4、でかいですね。ディフェンダー、センターかな。これかっこいいですね。ちょっともじょもじょになって。はい、64の65ルキオート。699。お、2枚連続入ってる。999999、一緒に入ってました。たまたま。あ、これか。
299、ルーキーの、アセテート来ました。オロフソン、バファローですね。セバス、はい、228299、これもいいですね。あ、鉄板とどっちがいいかとか。あ、サインもう1枚来た。あれ、サイン2とアセテート出ましたね、この箱。はい、ルーキーの音っぽいです。はい、あ、ちょっと待ってください。はい、山津さんでした。ちょっと待ってくださいね、もう一回来るんで、まあ、もう先やっちゃいますね。少々お待ちください。終わりました。出荷終わってしまいました。なので、明日ですね、金曜日発送、土曜日着、はい、いいんだよね。で、これが 1,2,3,4,5,5 箱目、ね。で、さっきはサインが2枚でしたね。それとアセテートが一緒に出たっていう、はい、関係ないね、これなんかね。サイン1枚とロンオートアセテートかメタルって書いてあるのに3つも出ましたね。はい、そういうのもあるってことですね。で、5箱目。
結構やっぱ綺麗ですね。うん、葉っぱというかこのホイールの光り方というかね、なんだろう、色の明度というか色彩というか非常にうまいんですよね。ファニーニさんはたまにあのなんか金じゃねえよたまにありました。最近はいいですけどね、うん、なんか黒っぽいようなグレーじゃねえのとかそういうのたまにありましたけど、最近はそういうのが ないですね。もうね、完璧だと思います。アッパデカその点はね非常にいいですよね。はい、カコさん来ました。で99月ルね、299、青音来ちゃった。セネターだ、ゴーリーだ、ダッコード3ですかね。はい、299の298ゴーリーですね。今回ゴーリーは初めて出ました。ん、アセテートだ。あ、パトリック・ケイン、あれベテランもあるの？サインないんだ。112の199パトリック・ケンちゃんですね。アセテートです。チケットアクセス、さっきはサイン入りがデブリンキャット出ましたけど、はい、サインなしですね。赤チャックね。あ、あれメタルも出ましたよ。ん、はい、メタルとアセテートとサイン出ました。699ファラビーさん、結構なんか適当なんすね。はい、499ですね。これ999ジェコブ、ジョシュ・ジェコブス。あれ、アメフト選手にいなかったっけで、699。999も一緒に。はい。はい、という感じです。ちょっと待ってね。レギュラーカードが増えてきましたんで。よいしょ。はい。で、こっから後半です。まあ、前半は、まあ、まあ、299ルーキーがポン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 出てたかなという感じでしょうか。選手はちょっと分かりませんので、カコさんぐらい。あと、誰だっけ、あのね、オーリーとかの表紙の、よいしょ、いますよね。でも他のもなんか、ブケット見ると、なんか上がってきてるのはいるみたいですもんね。じゃあ行きまーす。ちょっと待ってください。レギュラー。はい。499。ハイランダーズの選手ね。ん、赤だ。99、49番。ストラム。2個。ニコさん、やっぱグリーンとか出にくい、うん、50以下は出にくいのかな。999これも999、選手によって999スタートとか499スタートとか分かれてるのかな。なんかそんな感じしますね。マッキノンの99、98、これもなんか同じ金のグリーンで199いますもんね。あ、299オートか。はい、ダラスターズ、ダックス、
6フィート2、うん、はい、サインカードは299スタートなんですかね、全部ね。あ、アセテートもあります。78-99。あ、これはルーキーのアセテートですね。ハイトン、ホイトン、ハイトン、センターですね、これね。コヨテ、うん、コヨテはかね、カチャック親父がね。あ、サイン出ました。フォックス、アダム・フォックス、レンジャーズ、はい、サイン2枚パターンでした。はい、あと4箱書尻の男なんですかね。これもなんか発売時よりかはかなりじりじり上がってきてるみたいですもんね、やっぱり。まあそうっすよね。ホッケーにアセテートなかった、アセテートっていうかね、あの、まあ名称がルーキーチケットっていうものがなかったですもんね。今年は結構なんかアッパデック、あの、攻めてますよね、うん、なんかあのオーリーでしたっけ、うん、ちょっとセレクトっぽいね、感じのものね。でこれはこん、うん、っぽい感じがね、はい、攻めてますね。はい、299。あ、これ299なんだ。この違いが分かんないっす。999もあるし、499もあるし、同じ光り方で。人によってなのかな？上位陣？ねえ。同じですもんね、光り方。99だ。はい、リゾッテさん。だから299スタートの、少子量引いたら勝ちみたいな感じなんですかね。よいしょ。これ999じゃないですか。同じ光り方です。ね。これもね、999。だアッパーディックアイス形式なんですかね。ルッキー。で、699と699が入ってました。ルーキーカードも結構な枚数いきますね。あ、299でした。はい、お、彼なんか良さそう。どうなんですか、メイプルリーフ222299、65番、ミクヘウェーブ、ヘアフさんヘアフさんなのかな。はい、どこの方なんだ、ロシアなのかな。イリーヤですからね。はい、お、またこれ見たことないぞ。ホットドッグクレデンシャルホットドッグ、なんかちょいちょい見ないインサートがたまに出てきますね。クレデンシャルズホットドッグね。はい、てっぺんも出ました。よいしょ。はい、7箱目、あ、8箱目ですね。8、9、10、はい、ホッケーも下からね、こう後で活躍して上がってくるパターンっていうのが結構最近見受けられるんでね。しかもまあある程度こう止まるじゃないですか。関係ないですよね、なんかね、跳ね上がるよね、一気にね。その辺はちょっと変わってきましたね、今までの。
跳ね上がり方っていうのが はい、じゃあいきます。499、はい、さっきのね、サインの方です。ウィングだね。499スタートなのか、つまり299スタートの人のサインを引けば当たりなのか ちょっと分かってません。ほら、これもほら、あ、これ赤か。中が赤ってことは。ラーキンですね。199です。お、199だ。199の音は少ないんじゃないの。アバランチでしょ。あれ？さっきなんか出たね。あれ？さっき、さっき299のサインなしがあった。で、299いるんだねって。あ、そうだそうだ、ほら。この人どうなんですか？いいんですか？はい、それのサインが来ました。199です、サインは。はい、メーカーさん。アバランチですね。はい、なるほど。で、999。そうですね。299の枠の中のサインの人を当てればいいと。99999。アイスと一緒ですね、これね。アセテートのインサート。グセフさん。これインサートですね。なるほど。だんだん分かってきたぞ。はい、鉄板。ブルインですね。はい、残り2箱です。これでもなかなか出ないよね。ルーキーって何人ぐらいいるの？あ、パデカ書いてないのか。50人ぐらいいますよね、多分ね。40人か50人かね。はい、残り2箱。199の枠のサインは1枚出ました。199はあるのかな？アッパーディックだとなんかありそうですけどね。99999199499799 で999みたいなね。で、たまにアッパーディックアイスを増産しちゃうと1999えってなるっていう たまにあるよ。お、25。誰だ？ギグナックさん。はい、デビルズ。センター。センターだよ。5フィート11。はい、グリーンが綺麗ですね。アッパーデックのグリーンのこの色ってね、ドンピシャっすね。はい、699。ラファーティ。999と699とか出まくるわけですね。つまりね。ケーンですね。その中からやっぱり少ないところ65ですね、赤で。ダッチ、カービーダッチを当てないといけないっていう。はい、699。バスティアンっていうね。で、999、これの音とか弾いちゃいけないんだよね。つまりね。でも、どうなんですか？アセテート。キングス299。はい。だ、これのアセテートも上位ルーキーはもっと少ないんじゃないかな。多分。ディフェンダーっすね、彼は。そんな気がします。999。マットロイ。
はい、で最後の10ボックス目です。なるほど、うん、出方がだんだんちょっと分かってきたんですけども、これで終わりですね。サイン2パターン場の場合は横型のあのシールオートのやつが1枚おまけで入ってくる。ただそれが出たからといってアセテートが出ないわけではない。アセテートとサインは多分別管理じゃないかな。クレデンシャルはあとワンマスターでおしまいですね。あのホッケーはあんまりね、5ケース以上はあんまり取らないんですけど、これは取りました。でも結構売れましたね。はい、できます。シドニー・クロスビーですね。で199エリアス・ピーターソンですね。さあどうだ。あ、アセテートだ。お、99のアセテート、ベテランを回避すれば、あ、サイン入りだ。あ、これどうなの。はい、ポエリングさん、はい、カナディアンス72の99アセテートノートです。うん、オンカードでいいですね。6フィート2ショットレフト、いいですね。はい、アセテートノートが来ました。999 499 999、一緒に入ってる場合もありますね、結構ね。お、もう一丁アセテート199ですね。これもルーキーじゃないわ、マークストーンだからルーキーじゃないわ。60の199、アセテートオートとアセテートが出ました。あ、サインも出ました。サイン2枚入り、コディグラス。うーん、なるほど、なんか面白くなってきました。299、彼も結構上位ってことですよね。299からこの色ね、スタートね。なるほどね。ああ、やっと分かってきたと思ったらおしまいですね。はい。ちょっともう。ちょっとボーマン体操してたら、いや、出荷多くて腰やっちゃって、息吐きながら行動してます。でもあのスポーツやってたからね、背筋がね結構ね剥がれるんですよ、背骨のね、肩甲骨とこの剥がれやすくなっちゃう。それでよくやっちゃうんですよね。どうしようかな、こう開けておきましょうか。まあ、アセテート、まあ、そっか、まあ、いっか。これはアセテートだね。ゴーリーは一人だけでしたね、299。セネターですね。サイン2枚入りも結構あるんですね。これ65だ。これ299。これ99。アセテートが99。これ青だな。あ、そっか。ベテランなのか。チケットアクセスとデビューと違うんですね。ベテラン1のルーキー1。テザーディーナも299ですね。これクロスビー。このくらいかな。まあ、基本的にサインが1で、すいません。アセテートと、サインだけちょっと出そうかなと。
結局ホットドッグ1枚だけです。これ出ないよね。あとこれカラフル、これも1枚だけ。あとはパラレルとっていう感じでしたね。まあセテッド、これ出ないんですね。カラフルとホットドッグで、サインカードですね。サインなしの赤パラとかもいっぱいありますが、まあ、とりあえず65の赤、65の赤。で、299299299299299で199が1枚ですね。なんか、うん。ね。アッパーデックらしいなという感じですね。それと99、ベテランとルーキーです。1枚ずつ。アセテートの音が出ました。はい。で、サイン2枚パターンの時にこれが出たのが10箱中3枚ですね。はい。で、サインなしのアセテート、他にもあったかな。はい。まあ199199、これベテランね。あ、ベテランじゃないか、ルーキーか。こっちがベテランだ。ルーキーが3、ベテランが2ですね。アセテートパラレル。ルーキーは299299、これが99ですね。で、これ多分199だったんで、普通のルーキーカード。ちょっと出ないやつですよね。はい。この3名でした。はい。という感じです。はい、またね、一応梱包しておきます、これで。ご依頼ね、お待ちしております。直接メールいただいて、はい、OK です。はい。じゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。